明るかったよ。あれ、こういうとこは強がる。9人のプリクラ。やばいって感じ。初ツアーも終わって結構まあ節目っていうか、まあ結構デビューと比べたらだいぶ変わってると思うのね、みんなが。ということで今回はまあみんなでお互いのことをちょっとまあ普段ちょっと言えないなみたいなことも言えたらいいよねっていう。落ち着いて状況を判断できる子だなと思うよ。怖い怖い。嫌われたよ。でもさ、普段こんなさちょっとツンツンしてるところあるけど、ふとした時に歌詞動画作ってくれる。うわ、本当に。携帯のホームが誰だったっけ？携帯の9人のプリクラ。愛を伝えてくるところなんかやっぱ可愛いよね。でも活動に対してすごい真面目なとこあるなって思う。なみなみほんと成長したよね。だっていや本当にそうだと思う。 ABC とかの時にさぐらいの時はまださ子供がついてこれてない感じがあったじゃん、まだなんか振り入れとかがあったよね、ちょっとね。なんだけど今すごいついてくるから、私さ自分の中でさなんか年下だから仕方ないとかさ、年下だから許されるとかがない感じ。ない、本当にない。なんか尊敬できる本当に、心から。なんかいい意味で放っておける感じ、あー分かる。だけど、いやでもなんかやっぱ最初はついていくの必死だったから、みんなだから今はそのだいぶ自分の中では一生懸命やってるつもりだから、なんかそうやってなんかみんな思ってくれてるんだなってなんか嬉しい。心も開いてくれるんだったしね。なんかよく考えたら全然みんなと話してるイメージがなかったかも、最初の方なかった。だからやっぱ大切さを感じた。何やってんだろう。感情出るようになった。いや本当にそう。笑顔がうまくなる。こうやった方がいいとか周りが言うよりも、本当自分の好きにやった方が輝ける子なんだなって思う。とあの好きなようにやるからとらしさがあるんじゃないかな。確かに。なんかでもそのなんだ、自分のままいるっていうのに対してちょっとたまにこうガールズが居心地良くないかなってちょっと心配になる時はある、ある。それは全然なんか無理して合わせる必要もないから、なんか前まではやっぱ合わせなきゃなって思ったけど、最近はなんか一人でいたい時はみんな掘ってくれるし、ドアが行ったらすごいあったかく迎えてくれるから楽しい。よかった。まあ、トアに合わせてるというか、まあ、好きなんだもんね。トア、リョーカーたちもみんなトアのこと好きだし、意外とでも考えがしっかりしてて、なんかゆずが相談した時もちゃんと返ってくるし、あ、意外とまともな考えがある子なんだなっていうのをなんかすごい話すようになってから知ったな。恥ずかしい。ももちゃんは本当にグループの中でもすごく変わった。いや本当いい意味で落ち着いた、すごくなんか切れてる。切れてる。どん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 自分の好きなものもさはっきりしてさ、自分っていうものがしっかりしてるから、ももかにしかない個性があるから、お風呂も
もうすごくね。お風呂に個性出てちゃう。聞こえてくるんだけど。聞こえてくるすっごい歌ってるんだよ。すごいマジで。仮にさ、こう家では歌っててもさ、こういう時ってさ、歌わないじゃん。そう、こういう時って普通歌わないじゃん。だってさ、ドアが、ドアがさ、すごいさ、閉まってるから。いや、止まんない。ガラスじゃん。気づけなかった。気づかなかった。いい意味でマイペースのとこも残ってるとか、それがでも面白さだもんね、そうか。最近さ、こう、表現がすごいしてくれるのが嬉しい。そう、なんか、こういう風に思ってるとかをさ、ポジティブな言葉をこう、こう出してくれるっていうかな、もーちゃんが言うとすごい深みがあるっていうか、うん、なんか安心感、まあ、本当に思ってるんだろうな、確かに、うん、安心感わかる、なんか安心感ハグした時のハグの僕もだいぶ前のだってチュアパネのファンの方からサプライズ見た時号泣したけど、もーちゃんの顔見た時さらになんか号泣しちゃった。もーちゃんの笑顔なんか微笑みというか神様みたいな、そう、面白いね。ゆず、うん、はしっかりしてるし、なんか気使わない、一緒にいてだからめっちゃ楽。本当。出れちゃうやつ。なんか小さいところでメンバーのバランスを調節してくれてる気がする。すごいそれ。ね、小さいところで。なんかまあ分かんないけど、ゆずが無意識にやってるのかもしれないけどさ、うん、なんかこの子ちょっと元気ないなとか、そうそうそう、気遣いとかができる子だなって思うね。う、確かに、とすごく真面目。うんうん、うん、うん、これちゃんとしてるんだなってこう、いろんなの見てて思う。クレア愛も本物だと思う。ここまで来ると思う。本当にね。いや、クレアもそろそろ飽きられるんじゃないかって、ね、最近思ってたら、うん、なんか来年の目標は強くなっちゃう。安心してる。安心してる。なんかちょっと安心しちゃった。かわいい。うん、ありがとうございます。なんちゃんはね、ストイック。頑張り屋さんですか。今回の 80s ラバーとかも、え、こんなにラップできるんだと思ったし、でもそんな最初からできるわけないから、あ、すごい練習したんだろうなと思ったし、なんかランちゃんを見てるとさ、デビュー前に持ってたこう熱い思いとかをさ、こう思い出させてくれるのね。なんかそう、姿勢とか、そう普段する言葉、口にする言葉とか、あ、そうだよね、こうだったよねとか思い出させてくれるから、個人的にすごくランの踊り方すごく好き、うん、パッションがあるよ、うん、ダンスが好きなんだなって思うし、うん、そう、なんか高等学院でも結構すごい人たちがいる中でもすごいダンスが目立ってるから、なんかで同じグループやからな、勝手にこっち側のなんか誇らしくなる、誇らしいみたいな。ダンスのテストとかでも、いや、もう1位になるまでランはもう絶対1位になりたいからって言ってずっと頑張ったりとか、向上心がすごい、本当に、いや、もうこれはもう頑張ってちょっとランちゃんの次ぐらいの順位になるように個数級にいい影響与えてるってことね。本当にそう、モーミーの向上心が移ってきて嬉しいです。一緒に もういっぱいあるよ。いや、とりあえず一緒にいると元気なれる、本当に。本当。ヨウカがいないと回らない、このグループは動かない。そうね。とデビュー当時とかさ、その前からまあ一緒なわけやけど、うん、で会った時ってさ、本当にそれぞれの頑張ることにで精一杯じゃんか。そうだね。最初さ、ちょっとあんまりこう。あんまりそれはやってるの。それは。まあいろいろあったじゃないですか、ね、まだこう、うん、なんかね、良くなかった、なんかこうお互いのプライドとかね、いろいろあった、うん、あったね。それがあったからこそ、うん、今はすごい尊敬できる部分がいっぱいあるから、なんかそれをこうお互いでこう認め合って会えてる感じがすごい嬉しい。 ありがとうございます。嬉しそう、嬉しそう、なんかないの？あれ、あれじゃないよ。あれないよ。いや、なんか恥ずかしいじゃん。こういうところで今日は行っちゃう。ヨウカちゃんと一緒にいるとポジティブになれるから。本当？そう、なんかミーがこう波が
何すごい人のねそのモチベが上がったり下がったり、うん、すごい人だけどなんかこうもっとポジティブな考え方があったんだなってすごい考え方がすごい広がる広がった気がするポジティブにできる人ってことですよね、うん、素晴らしい緊張するね。手当た。緊張するよ、ね。本当にメンバーを繋いでるなって思うよ。一番。確かに。キラちゃんは誰かを頼ってないと生きていけないみたいな、うん、あるけど、それが逆にこうこのグループにいることですごくいい関係になると思う。うんうん、そうやってみんな誘ってご飯行ってみたりとか。あ、うん、確かに。一番するもん。喋、うんうん、っちゃうもんキラちゃん。いろいろ分かる全部言っちゃうよね、喋っちゃう。でもやっぱプロ意識が一番高いと思う、うん、一番っていうかそのすごい高いと思う、うん、嬉しそう嬉しい分かるって言ったよな。さっきからね大してみんなで言ってました。確かに相づち相づちやめてみたら相づちも一番ね相づちやめてなんだろう。まあ時にはね一人で寂しいなって時もあるの、うん、そうなの。まあある、うん、その時にゆずちゃんとキラちゃんはだいたい話しかけてくれるから、うん、周りの目見てるみたいなことか、うん、そうだね。あ、ベストタイミングで来てくれるから、いや難しいんだよね。本当に誰の時なのか、そうだね、ここどこの時なのか、プロだプロ。キラちゃんが、うん、そう、いや嬉しい、いい、すごい難しいもん、ね、言えましたね。本当にね、なんか全部の質問に対してちゃんと自分はこれなんだっていうなんか答えを持ってそうな、すごい持ってる。でそれをなんかこう本当に流されてるとこ見たことなくて人に、うん、宮崎で一緒だったじゃん、うん、でその時からっていう風に比べると、うん、超明るくなった。明るくなった、ね、明るかったよ。あれ明るかったよ。自分では分かってないのか。いや明るかった。いやこういうとこがなかった。あ、え、嘘。元気になったっていうか、うん、こう明るくなったし、うん、いや明るかったよ。代わりに言ってくれた。いや知らない。知らない人がいた。でも本当にみんながクレアのことをなんか好きなのを分かってほしいって感じ。なんか確かに、自信持ってほしい。クレアすごいメンバーのこと好きなのかなっていうのも感じるし、うんうん、そうだよクレアね、みんな大好きだよ。ほら、そういうとこは強がる。可愛いよね。とわちゃんもさ、大好きじゃんクレアのこと。いや正直ね、とわちゃん大好きじゃんクレアちゃんのこと。正直嫌いでしょ。いやいや正直大好き。正直に言うと前までは苦手だった。え、ちなみにさ、どういうところが苦手だったの？クリア、クリア、これマジ理由に言うと泣いちゃうかもしれない。結構さ、真逆じゃん、友達の性格って。あー、まあ確かに。で、なんかすっごい、ね、ガード硬い人だなって思ってた。でも、高校入って、やっぱ一緒に行くことになって、めっちゃ楽しいなって思うし、あのさ、毎回クラス行くじゃん。行くね。その時は、ね、いや、あれ嬉しい。クラちゃんって言うと、めっちゃ甘めの笑みで、ちょっと小走りで来てくる。かわいい。やばいって感じ。それが可愛くて毎回行っちゃうっていうのがあるから、楽しそう。楽しいよね。いいね。本当にみんながこうやって距離が縮まったってこう感じてくれてるなら、これはこうすごく自分も継続していく関係にしたいなと思う。うん。うん、です。真面目。真面目。素晴らしい。ありがとう。ありがとう。超絶頼りがいがある。うん。なんかガールズとしての軸みたいになってきてる、すごく。うん、いいリーダーみたいなにしてくれてるのがみんなだけどね。うん、そうないっすよね。男飯みたいなったら。めっちゃいい匂いです。どうですか、ももちゃん。いい匂いです。落ちてるよ。おやすみ。バイバイ。